えてくれた国民に心から感謝します。本日をもちましてご退位されます。子供も生まれたので、ちょっとその子にもその瞬間に立ち会わせてあげたいなと思ってきました。いろんな方にさっき取り上げられてましたもんね。もう、はい、今回はですね、はい、天皇陛下退位の儀式にということです。おこれはあの宇宙の話から天皇まで幅広いですね。幅が広い。いや、猪瀬さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう猪瀬さんはね、はい、エキスパートですから、ね、天皇のエキスパートですね。天皇のエキスパートですよね。堀江さんって皇室どう思ってるんですか？いや、僕はあんまりどっちでもいいかな。どっちでも興味ない。そうですね。小室さん問題とかどう思います？どうでもいい。どうでもいい。いやだからさ、普段は誰だってどうでもいいのよ。そのどうでもいいです。つまり、じゃ あのお前さん葬式とか、うん、結婚式とかどうするのっていう時には、うん、かしこまってやってるでしょ、はい、つまりだから生まれてから死ぬまでにいろんな儀式があるわけだよね、うんうんうん、だからやっぱりあのお葬式でも、はい、あの亡くなったら葬式やって、うん、それから初段階やって、うん、一応四十九日やって、うん、まあ、一周期やって、うん、まあ、そこはやるわけだよ、それは、はいはい、そういう時に、じゃあ国家でそういう儀式があるときに誰がやるのっていう時に、うん、まあ、簡単に言えば神主さん代表だよね、その、あ、はいはい、そういう人はこうやってやらないと誰かやらなきゃいけないわけだよ、うん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 、だから僕はあの昔さ、家建てた時にあの見積もりよりさ値段が上がってきてるから、うん、ちょっと削ってくれってことっていろんなの削ってくじゃない、うん、そしたらあの儀式関西やるなんだっけ、あの地鎮祭、うん、俺こんなのいらねえって言ったのよ、うん、要は、ね、普通考えるでしょ、ちょっと、うん、だけど後で、ね、見に行ったらさ、うん、大工さんがなんか四隅に衣装瓶こうやってかけてんのよ、うん、俺も悪いことしちゃったかなと思ってさ、だからか作る人はそこはなんかこう何か恐れというか、うん、そういうことがある、うんうんうん、まあ、そういうことだから、うん、国家においての儀式っていうのはあるわけね、うん、なんかね、うん、多分ね、拠り所が必要なんでしょうね、うん、皆さんに。いやだと思います。神様みたいなもん、うん、僕はほらあの数珠つけてる人いるじゃないですか、うんうんうん、なんか僕数珠つけてる人あんま好きじゃなくてそうなんだ、うん、ほらいるでしょ、います、結構います。パワーストーン的なのつけてる人いるじゃないですか。いるよ、ね、あのでうちの例えば和牛マフィアっていうのやってんだけど、うん、そこのシェフがつけてたって、うん、超バカにしてなんでつけてんのそんなのって言ったら、僕は堀江さんとかと違って、うん、なんか怖いんですと、世の中のいろんなことが、うんうんうん、だから魔除けなんですこれはみたいな、でもって言ってて、ね、うん、だから一回つけたら外せない、うん、そうだからもう気持ちの問題、うん、若い人の方がそういう人多いよ、うん、あ、そうなんです、だから若い人が俺今回れ、うん、令和になったでしょ、うん、で令和がめちゃくちゃブレイクしてるわけですよ、うん、みんな令和令和言ってて、令和言ってる、若い子ほど言ってる、言ってる、うん、まあ、だからほら僕たちは平成もね、うん、あの昭和から平成みたいなのも体験してるし、しかもあの時って全然騒ぐムードじゃなかったし、新体制ムードでした、ね、だからね、うん、令和ってこんなにウケるんだと思って、うん、もっと令和してればよかった、うん、俺も、もっと令和してれば今回はだからその葬式と元号がずれたからね、うん、だから昭和天皇の時はさ、その物雰囲気がずっとあって自粛あって、うん、であの時にあの昭和天皇があの下血とかいろいろ報道が続いた時に、うん、ソウルオリンピックが始まった直後なのよ、うん、でソウルオリンピックが88パルパルだから88年、うん、でソウルオリンピックが始まって、で見ようと思ったらほとんど自粛で、あ、でトヨタかどっかのコマーシャルで井上陽水がお元気ですかとか言ったら、うん、全部音消されたんだよ。あ、まあそんなんありましたね。だからそれはつまりそれは国家が知るということだからね、ある種ね、うんうん、そのお葬式だから、そうするとあの自粛になるわけ、うんうんうん、自粛に。そっか、だからそれで今回は実は誰も言ってないけど、うん、あの平成の天皇は自分が東京2020に重なるとオリンピック・パラリンピックに、うん、もし自分の年齢考えてそこで自分が倒れたりしたらそうなっちゃう、うんうんうん、ということを
要するに自分が気遣われたんですね。あのまずいわけでしょそれ、うん、みんなに迷惑かけちゃう、うん、だからあの、まあ、高齢で後を継ぐっていうのもあるんだけど、うん、実はそこに何が偶然起きるか分かんない、パタッと倒れるか分かんないから、はいはい、脳梗塞になるか分かんないし、うん、それで亡くなられたら、うん、病気になってまた亡くなるってことになると、うん、自粛になっちゃうんだよね、うん、そうするとお祭りである祝祭空間である東京2020と、うん、ご体操とか重なっちゃったら、うん、これ悲惨なことになるから、うん、それをやっぱあらかじめ避けたんだよね、うんうん、でもあれですね、うん、今回のあれでその男系天皇女系天皇問題みたいな、うん、ジェンダーフリーとかとも絡められて出てきてるじゃないですか、うんうんうんはい、でも実際、うん、昔は側室がいっぱいいて、うん、それで子供作ってたから、うん、男の子がね、うん、あの男系男子ってやつね、うん、男系男子でいけたのかもしれないけどこれ絶対無理ゲーですよねこれからね、うん、だからねそのこの400年間に側室でない子供は江戸時代の1600何年の頃の明成天皇っていう人と、うん、それからあの、昭和天皇と平成の天皇と今側室天皇だけが4人だよ400年間で側室じゃないのだから側室じゃなければ無理なんだよこれは、うんうん、でこの間 僕のサロンでその辺がいろいろ話になって、うん、で結局テクノロジーで解決すればいい。お要するにね、うん、あの雅子さん雅子皇后だな、ね、今、うんうん、あの女の子しか愛子さましか生まれなかったけど、うん、今は受精卵を体外受精でそれで5日ぐらい経ったところで受精卵からあの胚にその細胞を取ってで Y 染色体か X 染色体かを確認できる、うんつまり昔はお腹の中にいる時は分かったとか言うけどあのもっと前は分からなかったけどそれでも問題になりませんよだってそれはテクノロジーなんだから今の不妊治療してる人たちはそれをやってるわけだから、うん、だからそういう意味でその最も古いこのシステムをテクノロジーでその乗り越えることはできる。いやでも海明けって多分絶対それ無理ですよ。その多分社会が許さないですよ。それは。で別にそれはだってあれじゃない。そのいや僕は公開してやるわけじゃないから、うん、個人のプライバシーだから。いやでもそれはないでしょう。俺がなんか OK だって言いそうな気がしましたけど。いや意外と保守的、うん、保守的なんじゃなくて、これは逆に要はその、うん、男女の海明けとかをやらない方向じゃないですか、うん、世の中って。はい。はい、多分倫理的にやらない倫理的にやらない方向だから僕はそうじゃなくてやっぱり女性天皇みたいな話になると思いますよ、うん、で女性天皇の議論の時に、うん、俺ちょうど有名になった頃ぐらいで、うん、あのなんだホリエモンがあのなんだっけ一番女性天皇になりそうな人誰でしたっけ愛子様と結婚したらお前ホリエモンがお前天皇になっちゃうぞみたいなことを言われてましたよ。やばい。だからそれはじゃあそのだから女性天皇の場合はだからホリエモンでもいいわけだけどそれは。うんうんね、だけどその今度子供はどうするかって問題になると、うん、その男系じゃないということになっちゃうからね。うんうん、それはその万世一系じゃないよという。神話にはならなくなっちゃうということと、うん、それからホリエモンはどういじられても大丈夫だから、うん、いいけど普通の民間から愛子様に婿に来るときに、うん、その何を言われるか分かんないよね、うんうんうん、そのみんなそのおじけづいて婿に入らないよ、うん、だから女帝が難しいのは、うんまあ、ホリエモンぐらいいじられても平気な人間ぐらいしかあの向こうには来れない。結構傷つきやすいですよ。いやでも意外とそういうの好きな人いるでしょ。ああ脚光浴びるのがですね。そう。そういう人ろくでもない人が多いんじゃないですか。まあ割とね。ね、うん、ですよ。ゆうこさん女性天皇女系天皇どう思います。あそういや全然なんで逆にダメなんだろうってさっき思ってます。話聞いてて。そう思いますよね。なんでその女性。はい。いやだけどだから言われて向こうが結局。でもまだやったことないわけですよ、ね。いやそれでねエリザベス女王って女王じゃない。はい。うんはい90いくつってまだご健在だけど、はい、向こうがいるわけよね、はい、フィリップ殿下あの人は伯爵かどっか公爵かなんかだよねつまりそのいわゆるだから家族社会、うん、あの家族ってのは花の族です花の族ね、うん、あの要するに小説読むと伯爵とか公爵とか出てくるでしょいっぱい、はいはいはい、今に戦前あったんだよ日本も、うん、今ないんだけど
だからそういう近衛家とかね、うん、そういういろんな家がいっぱいイギリスにあるから、うん、そういうとこから向こうを迎えられるのね。あ、日本はそれがないんですよね、うん、それがないからあの戦後廃止しちゃったから、うんうん、ここまた復帰させるって考えもありますよね。だからもう、うん、あの市民社会に馴染んじゃってるから、うん、なかなかその雰囲気を出して、うん、まあでも近衛家なんかこの間 NHK の BS やってたけどかなりちゃんとあれだよ引き継いでるよね、いろんな、うんうん、結局皇族から嫁さんもらったりしてるんだよね、うんうんうん、まあだけど、うん、結局皆さん拠り所がないんですね、うん、堀江さんの拠り所って何ですか。堀江さんと神信じてます、うん、信じてない。神信じてない。いやもう自分が拠り所ですけど確かに、ね、それはいいんですけど、うん、もういろいろ拠り所あるんで僕はいいんですけど、拠り所がない人が結構多いんだなっていうのは、うん、天皇の、うん、あの話をするとすごく、うん、もう要は天皇もファンタジーなわけじゃないですか、ある意味、うんうんうん、そので、うん、ファンタジーを、まあ、信じれるっていうのはそのホモサピエンス の,、ねうん、あのすごい能力なんだみたいな話はあるにせよ、うん、やっぱ多いですね、意外と多いというか、うん、だから例えば右翼でも左翼でも、うん、これ右翼も左翼も天皇前提なんですよね、うん、すごい好きですよね、みんな。だから山本太郎とかも天皇好きなんですよね。天皇ラブなんだねって書いてある。そうそうそう、いや本当に太郎が言ってるわけ、はいうん、なんかあそこだけみんな一致するのが面白いっていうか。いや俺ねそれ本当に思ってるのか分かんないよ。やっぱり地上波のテレビで変に敬語を過剰に使って、うん、いい人ですねいい人ですってやりすぎじゃない、うん、そういうのは本当にあの好きなのかとか、うん、考えてるかということにはならなくて、うん、ただの忖度だと思うのね。忖度も結構あると。基本的には全部忖度ですよ、あの天皇についての地上波の放送は。あのきちっとしたこと言わないよ。だから僕はちょっとほら前にも説明したけど、森鴎外がさ、うん、あの大正時代に、うん、その大正天皇がいずれ亡くなるから、うん、次の元号を考えなきゃいけないって言って、うん、元号をこうって元号を考えるっていうのを森鴎外研究したわけよね、うんうん、で過去の元号を全部調べて、ただ明治っていう元号は10回も候補になって落ちてるとかね、うん、大正っていう元号はベトナムで使われてたとか、うん、そういうの全部ダメじゃないのと、うん、それでちゃんとしたの作らなきゃって言って最後死ぬわけだけど、うん、その時に森鴎外が結局万世一系なんて歴史科学じゃないと、うん、彼はヨーロッパに留学して帰ってきてるからね、うん、半分は神話だと。まあ大化の改新以降ぐらいはね、まあ、つながってるけどね、うん、だからそういうことを彼は分かってて、うん、なおかつその自分は何か根拠みたいなのを作っとかないと、うん、あの日本全体崩れちゃうから、うんうん、そういう意味であのかのようにといってあるかのように振る舞うっていう、うん、だからインテリが多少屈折してから表現しないと、うん、なんか万歳みたいなことばっかり言ってる人間とか、うん、単純に信じてるって言ったらダメだと思うね、うんうんうん、こういうのをとりあえず日本としてはトランプさんだって神様にこうやって誓って大統領になるんだから、うん、日本も何か一個置いとかないとダメだよねという、うんうん、その近代合理主義と伝統を屈折しながら自分の中でちゃんと折り合いをつけてるというのが近代なんだよね、うん、本当は。あ、確かにね、そういうのがないんだよ今の忖度ばっかで。権威、そうですね、権威のためにも言語大事ですよね、うん、堀江さんとかがなんかいきなり日本の伝統を重視してなんか茶道とかしっかりやり始めたら人気出そうですよね。茶道とか、なんか華道とか、なんか書道やります、ね、あ、書道やりますか、だからそのなんか人気出そうな気がする。静かな空間みたいなのは持つはずだから、うん、自分で、うん、そういうあの、そういうのは全然自分は自分を頼りだって言うけど、やっぱり、うん、どっか 1% ぐらいは静かな空間みたいなのを取っとき、うん、持つときがあるからね、うん、そういうのだということだと思う。すごいよなと思いましたね、うん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 、いやいや、前会長再び保釈。このニュースはね、体験者としていろいろ詳しいと思うんですけど、え、堀江さんどう見てらっしゃいますか。やばいでしょう。どうやばいですか。4回逮捕されてますからね。これはどうやばいんですか。4回逮捕されて、いやもう、うん、これだから有罪判決出たら、うん、多分10年近くの判決出ると思いますよ、うん、10年、うん、まあ、7、8年は出るんじゃないですか、有罪だとする、すれば。結局金額的に15億ぐらいいくんだっけ、20億ぐらい。いや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 、もっともっとです。特別背任でも10億20億って言ったらね、5年は少なくともいきますよね。そこだけはもうつけるんだよな、これな、うん、どうしたってごまかせないから、うんうん、あと会社法違反とか、うん、その辺が
全部来ると、うん、本当10年コースですよ。へえ。でまだ裁判始まってないですからね。うんうんうん、これ多分裁判始めるの来年、下手すると来年になっちゃうから、うんうんうん、まあそうすると判決出るのも再来年とかに下手するとなっちゃうでしょ、地裁判決が、うん、でその後高裁、最高裁までどうせ行くだろうから、うん、こっから10年近くかかりますよ、7、8年はかかると思う、悲惨ですね。でさらにもしそこで有罪判決出たら絶対実刑で数年は行くから、うん、そうするとゴーンさん下手すると帰ってくるの80超えてますよね。80、うわそっか。でも80超えちゃうと、うん、それこそ健康状態もすごい、うん、まあ、気力もね、うんうん、続くかどうか、まあでもなんか勢力ありそうだから、うん、80で戻ってきてもなんか元気になんかやりそうな気しますけど、うん、まあだから本当無罪取れないと結構きついと思いますよ、うん、廣中弁護士がついてるじゃないですか、はい、それによってかなり局面変わってきてますかね。まあまあ、うん、やめ権をつけるよりはいいんじゃないですか。廣中さんでもそんなにひっくり返すほどの力はないですよね、うん、いや分かんないです。分かんない、これそれはすごく微妙な案件なんで、うん、あの全てが無罪にできるかどうか分からないけど、うん、一部無罪は全然取れるんじゃないですか、うんうんうん、あの僕もそんな詳しい事実関係は分かってないですけど、うん、はい、そっか10年か。いやでもこれ、うん、異例ですよ、一回逮捕されて保釈されて、うん、また別の容疑で、うんうん、再逮捕されて、うん、でも多分これ保釈条件めちゃくちゃ厳しいんですよね、はあ、奥さんと会えないとかね、うんうんうん、だから奥さんもそのもうほとんど容疑者扱いなんで、うんうん、共謀してるっていう共犯者扱いですから半分、うんうん、ファミリー企業みたいになってるから、ね、そう、うんうん、だからもう家族全員が関わってるから、うんうん、これだけどもともと背景はやっぱりあのプジョー、ああ、ルノーですね、ルノーが日産を乗っ取ろうとしたっていうことから始まってるからね、これはね、うんうんうん、ゴーンさんはあの日産を乗っ取る気はなかったんだよね、うんうん、でむしろそのルノーの壁になってくれていたんだけど、なんかわかんないけどルノーが結局日産を乗っ取るっていうことになってきたわけでしょ、うんうん、その時ちょうどあの日本で使用取引が認められて、うん、それでだから日産のあのプロパークーデターを起こすって、うん、まあ、要するにゴーンさんが結局そのルノーに対する抵抗をやめちゃったから、そういうことだよね。だからかなりこれは国家間の問題でもあるよね、うん、まあまあ、だけど、うん、そのまず、まあ、さっきの塩取引の話は、うん、だいたいその新しいツールを検察が持つと、あ、うん、これも実は村木厚子さんの郵便不正事件からの流れなんですけど、うんうん、郵便不正事件であの要は司法制度改革をやらなきゃいけないと、うん、要は冤罪で逮捕して105日間とか不法に拘留したわけじゃないですか、うん、こういうことが起きてはならないということで、うん、あの司法制度改革委員会みたいなのができたんですよ、うんうん、そしたら蓋を開けてみたら検察が焼け太ってたっていう、うん、要は検察の道具が増えちゃったんですよ結局。あ、そういうことか。もうだから検察の政治力ってすごいんですよ昔から、うん、検察だけは GHQ の司法制度改革から逃れましたからね、うんうんうん、それもその GHQ の人たちのその賄賂、まあ、不正を暴いて、うんうん、それでもう要は事実上の司法取引みたいなことをして検察の権限を維持したんですよ、うん、あ、そうなんだ。だから検察って唯一捜査と起訴ができるんで、うんうん、で唯一起訴ができる、まあ唯一じゃない、ちょっとその検察審査会とかあるんだけど、うんうん、あのほぼ検察が自由自在に起訴できて捜査もできるから、うん、自分たちで作ったネタで、うん、自分たちが起訴できたら絶対起訴できるじゃないですか、うん、だからそういうすごいパワーを持ってるんだけど、うん、そのパワーは実は GHQ が解体しようとしたんだけど、うん、彼らはもう特別高等警察とかのせいにして、いや実はあれ検察なんですけどね、あの治安維持法を使っていろんな悪どいことをやってたのは、うんうん、実は黒幕は検察なんだけど、うん、みんな特攻警察だと思ってるじゃないですか、はいはい、で特攻警察はもう潰していいよって、うんうんうん、俺たちは生き残るから。してもっと言うと特捜検察と公安検察ってあるんですけど、うんうん、公安検察っていうのを、売春防止法っていうのができた、うん、赤線地帯がなくなったあの法律があるんですけど、うん、その売春不正事件っていうのがあって、うんうん、そこで実は公安も潰すんです、うん、読売新聞の記者に嘘ネタをあの、
噛ませてね、うん、新聞はみんなリーク情報で動くからね、そう結局ちょい出ししてって動かしてるから、うん、そういう意味では警察をリークに踊っていくっていうのはもう確かだよね、うん、でそれで、うん、あの司法取引制度っていうのができたわけです、うん、これでも実はあの普通アメリカの司法制度、あ司法取引っていうのはそのボスと部下が、例えば企業犯罪だとそうじゃないですか、うん、ボスがいて部下がいるわけじゃないですか、うん、でボスも要は主犯格とされる人たちも司法取引できるんですよ、うん、でも日本の司法取引制度って主犯格の人は司法取引できないんですよ。あ、そうなんだ。だから要は罪を認める代わりに罪と減じてくださいと、うん、執行猶予つけてくださいとか、うんうん、起訴猶予にしてくださいとかそういうのはできないんですよ。はで要は部下はその主犯格の人たちの悪事を言うことによって あの起訴されないとか、うん、まあそうね、しこいをつけるとか、うん、それをだからこれゴーンさんめちゃくちゃ不利なんですよ。だクーデターが起きやすいですね。そうするとね、いやだからすごくクーデターが起きやすい、うん、だから僕はそれは絶対やばいって、これあのあれですよ、衆議院の法務委員会に出席して証言してきましたからね、うん、これはまずいと、うんうん、ひどいと言ってたんだけど、もう自民党の中でも決まっちゃってるから全然動かせないんだけど、でも、もう自民党の議員とかに聞いてももう検察怖くて動けないわけですよ。確かに、うん、僕ら選挙関係ってね、僕の時はひどかったんだよね、だから特集会、そうか、特集会でやられちゃってるから、あれメディアがひどかったね、収賄だ収賄だって報道しちゃうから、結局その収賄じゃないわけだけどね、そうすると僕としてはパソコンと携帯電話を警察に全部出したから、任意でね、そんなのないわけで、働きかけ一切で全部わかるわけ、すると結局はだからじゃあ無罪じゃない、そうするとところが借りたお金が返してるわけだけどね、選挙資金にとして使ったんなら、使ってないんだけど、入りに書いてないと、選挙の収支報告書の、でうちの弁護士は出がないんだから入り書く必要ないと、だけど結局それも解釈の違いだから、っていうことで結局起訴率 99% だから、結局入りに書いてないっていうだけなんだよね、だから記載漏れというだけで結局罰金けど終わるんだけど、でその後もしまあ不起訴になって控訴しても検察審査会で世論がわーってなった時は、強制起訴になっちゃうから、だからまあいや、じゃあ罰金50万円でやめとくっていうところでやめたんだけど、結局それ以上言っても進まないからね。堀江さん認めたのがダメだったって書かれてましたよね。いや、まあ、認めたわけじゃないんだけど、ね、結局いやまあまあだから検察と戦うのはすげえパワーがかかるってことですよ。戦うっていうか、まあ起訴権持ってるからね、だから罰金刑は警察の範囲だから、簡単に裁判じゃないから、でそれ決まっちゃうからね。いやだからそれも政治資金規正法とか、そういうアホな法律をこれも世論が作らせるんだけど、で政治資金規正法なんか昔は本当に形式犯で罰金で済むような事件ばっかりだったのが、今はほら要はその記載ミスとかでやられちゃうから、例えば小沢一郎さんとかそれでやられたじゃないですか、記載漏れみたいな陸残会事件で、で石川さんってこの間東北海道知事選出てましたけど、彼がもうだけがそれで捕まって、で有罪判決受けて、そうですね、みたいな話になってくるわけですよ、だからそれはもうやっぱり国民がそれを望んでるってことだよね、はあ、自分の首を絞めてるわけですね、メディアがね、やっぱりその検察のリークで動くのは一つあるけども、メディア自身がその要するに裁判権もないのに制裁するというね、そういうことだよね、だから、だからその日本の地上波の怖いのは、その一箇所にバーと言って、繰り返し繰り返し、まあ不倫報道なんかもそうだけど焼き尽くしますよね。いや、それでこの間のあれもひどいじゃない、映画が全部ダメになったら新井なんとか、はいはい、新井さんとか、新井とか、あとピエール滝とか、電気グループとかね、つまり映画は別に見るの俺金払って見るの俺の好きに見るわけだから、それまでやめること全然ないわけだよね、そう、ああいう制裁はおかしいんだよね、今回もゴンさんの件も含めて、その人権問題も含めて、日本の検察制度に対するその批判も海外から強まってるじゃないですか。だからこれって海外改革の圧力になるんですかね。いや、なってます。なってます。だから裁判所が、その、まあ、
こういう状況で保釈を認めたりとかすることに対して、うん、検察めちゃくちゃ批判してるんですよ、うんうんうん、こんなところで認めるべきじゃないみたいな。もうでもこれまでは本当に裁判所は検察の言いなりでしたからね。ああそっかそっか、うん、で裁判所ってでも世論をすげえ気にするんですよ、うんうん、だから要は海外からの今回圧力すごいかかってるんで、はい、あの変わるかもしれないけど、うん、検察はやっぱり強いですよ、うん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 、もうねオールマイティですね日本の検察は。でもね韓国とかに比べるとまだマシ。もう韓国は本当すごいから今、まあ、ほらあのビッグバンの、ね、VI さん、うん、があのほらあの性接待疑惑ですごいもう今度捕まるんじゃないかみたいなこと言われてるけど、うん、もう超絶バッシングですよ。もう、まあ、韓国とか中国はななんかそのアジアだよな。特に韓国はすごいですよ。日本ってまだ復活できるけど、うん、もう彼らは復活できないって言ってましたね。あ、そうなんだ。あとほらセオル号の船長とかさ、あ、ありましたね。あの大韓航空のナッツ姫とか、ね、北朝鮮と変わんねえな。そっか。めちゃくちゃ怖いですよ。ただね日本のメディアもひどいよ。だけど、まあですね、日本のメディアも僕結構やられましたけど、あの韓国のようには見えないだけであって、うん、やっぱりそのわーっと一箇所に固まっていく、うん、その集中豪雨みたいなやつはもうどうしようもないよね、うんうん、いやそれで、まあ、今の忖度報道もそうだけどね、うんうん、まあ、これは今後令和時代変えていかなきゃいけないところですね。堀江さんの解説聞いてよく分かりました。まあ、変わんないと思いますけど、ね、変わんないですか。メディアは変わんないと思います。ということで政治経済のコーナーは、はい、社会のコーナーはこれで終わりということでありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。